ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、最近暖かくなってきたことだし、休みが取れたら遊園地にでも行きましょうよ。お、いいな遊園地。霊夢は遊園地が好きだな。うん、どの乗り物に乗ろうかなーって考えてる時間も楽しいわよね。一緒に行った人との思い出にもなるし、楽しそうな霊夢の話に水を差すようで悪いんだが、今回は、遊園地で起きていた絶命事故を紹介していこうと思っているんだ。まさに今から遊園地に行こうとしていたのに？というか、遊園地の事故って遊んでいる時の楽しさからは想像できなくって、本当にそんなことがあったのかしらと思ってしまうわ。信じたくない気持ちもわかるが、世界中の遊園地では事故が多発しているんだ。ということで、早速、遊園地で起きていた絶命事故5選を見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、日本国内で起こった事故だ。当時ニュースでも連日取り上げられ、大きな問題になったのが、2007年にエキスポランドで起こった、ジェットコースター脱線事故だ。大阪府にあるエキスポランドは、関西ではかなり有名な遊園地だったんだぜ。そうなんだ。私は聞いたことなかったわ。今ではエキスポランドのことを知らない人も多いかもしれないな。というのも、今回紹介する脱線事故がきっかけで、2009年に閉園しているんだ。遊園地が閉園するほどの、大変な事故だったのね。そうだな、この事故は後に、日本の遊園地史上最悪と呼ばれたほどだったんだ。エキスポランドには、いくつものジェットコースターがあって、宙吊りになるものや、世界最長のコースターなんかもあった。なかなかハードなものが多いわね。でも絶叫マシン好きにはたまらない遊園地だと思うわ。その中でも人気があったのが、風神雷神2、というジェットコースターだ。大きな特徴は、立ち乗りということだな。足の間に小さなサドルのようなものがあり、ベルトとサポートバーで体を固定するんだ。座ってない分、足のあたりがスカスカしていて怖そうなジェットコースターね。かなりスリルのあるアトラクションだよな。この風神雷神2で事故があったのは、2007年5月。6両編成のジェットコースターは、22名のお客さんを乗せて走り出した。すると突然、前から2両目の車両が脱線してしまう。脱線した車両は大きく外側に傾き、乗客の一人がレール沿いに置かれていた鉄柵に、激突してしまったんだ。なんてことなの。体が座席に固定されている状態で車両が傾いてしまったら、避けることもできないわ。脱線した2両目に乗っていた19歳の女性は、頭を強く打って亡くなった。亡くなった女性のすぐ後ろに座っていた別の女性も、頭を強く打って大怪我をしてしまったんだ。その他にも、重傷者2名、軽傷者19名を出す大事故となってしまった。日本の遊園地史上最悪の事故と呼ばれるのもわかるわ。そして、この事故を目撃してしまったお客さんも多数いたんだ。あまりにショッキングな光景を見て、気分を悪くしてしまったため、13人の目撃者が病院に搬送された。まさかこんな惨劇を目にするとは、思ってもなかったでしょうね。でもなんで、いきなり脱線なんかしたんだろう。風神雷神2が脱線したのは、走行中に部品が破損したことが原因だったんだ。傾いてしまった左側の座席部分にある車軸が折れていたことがわかったんだぜ。そうだったのね。でも、ジェットコースターに使われる車軸の部分が折れるなんて、普通だったらありえないわよね。そう、これはあってはならない事故だったんだ。というのも、この風神雷神2に使われていた部品だったんだが、なんと15年間も交換せずに使い続けていたんだぜ。つまりこの事故は、メンテナンス不足による部品の金属疲労のせいで、起こってしまったということだ。しっかり部品のチェックをして、劣化した部分を交換していたら、こんな悲惨な事故は起こらなかったのね。実は、事故が起きる4ヶ月ほど前に、風神雷神2のメンテナンスは行われていたんだ。しかし、目視点検のみというずさんなやり方で、ジェットコースターが危険な状態だということを、把握できていなかったそうだぜ。メンテナンスって何のためにやるのかしら、と思ってしまうわね。風神雷神2が稼働して以来、一度も部品の交換がなかったというから驚きだよな。この事故は、遊園地側 200% 責任のあるものだったと言えるだろう。ジェットコースターがちゃんと点検されているかどうかなんて、乗る前には考えもしないもの。本当に信じられない事故だわ。遊園地側の確認ミスによって起こってしまった事故は、他にもまだあるんだ。ということで、次も日本国内で起こったものについて見ていこう。二つ目に紹介するのは、2011年に、東京ドームシティアトラクションズで起こった事故だ。
問題になったのは、スピニングコースター舞姫というアトラクション。4人乗りで、乗り物自体が回転しながらレールの上を走るというものなんだ。目がぐるぐるしちゃいそうな乗り物ね。スピニングコースター舞姫の最高速度は約40キロなんだが、レールはカーブが多く、なかなかスリルがあるんだ。だがそのカーブ付近で、事故は起こってしまった。スタートしてからたった30秒後、乗っていた男性が席から落下。男性は、8メートルも下の地面に転落してしまったんだ。そして、転落した男性は、事故から2時間後に亡くなってしまった。その時の安全装置はどうなっていたの？もちろん、コースターの座席には安全バーがついていたぜ。発車する前に乗客が安全バーを手前に引くと、お腹の前あたりで固定される仕組みだった。そして、しっかりと安全バーが降りているか、サイド従業員が手で触って確認する、という手順だった。だが、この事故が起こった時、従業員による確認は目視のみだったんだ。手で安全バーを触って確認するのを怠ってしまったのね。そうなんだ。事故車両を発車前にチェックしたアルバイトの女性は、安全バーは降りているように見えたが、手で押して確認しなかった、と説明したそうだぜ。スピニングコースター舞姫の乗り物自体には、特に不備などはなかったの？ああ、開園前に行った点検では、異常は見つからなかった。じゃあやっぱり、従業員の点検不足が招いた事故だったのね。亡くなった男性は大柄な体型だったんだ。一見、安全バーが体に密着しているように見えたが、実はしっかり固定されていなかったというのを、見逃してしまったのではないか、と考えられているそうだぜ。安全バーと体の間が空いているように見えていれば、おかしいなって気がついたかもしれないってことね。でもやっぱり、乗客の体型のせいにしていいなんてことはありえないわ。霊夢の言う通りだ。どんな人が利用しようと、同じように確認作業を怠らないのは当然のことだな。ただ、遊園地側が用意した従業員マニュアルには、安全バーを手で触って確認するように、とのことは、記載されていなかったそうだ。もっと、乗客の安全を確認するための徹底したマニュアルが必要ね。この転落事故が起こった後、東京ドームシティアトラクションズは、4ヶ月の営業停止になった。そして、亡くなった男性が乗っていたスピニングコースター舞姫は、営業停止中に撤去されたんだ。だが、東京ドームシティアトラクションズは、2022年現在も営業中だぜ。もうこんな事故が起こらないように、マニュアルの改善はもちろんのこと、乗り物が発車する前の徹底したチェックをしていってほしいわね。この痛ましい事故を忘れないようにしてほしいな。ここまで日本国内の遊園地で起こった事故について見てきたが、お次は海外の遊園地での事故も紹介しよう。三つ目に紹介するのは、イギリスにある、バターシーパークで起こった事故だ。ここにある、ザ・ビッグ・ディッパーというジェットコースターが、問題となったアトラクションなんだ。このジェットコースター木製なんだ。木製ってだけで、乗る時のスリルが倍増するわね。ああ、実際に乗ってみると、ガタガタと音が鳴っていたそうだぜ。ザ・ビッグ・ディッパーは1951年に作られた木製コースターで、お客さんからも大人気のアトラクションだったんだ。事故が起きてしまったのは、1972年のこと。コースターが頂上付近に登っていた時、車体を上に引っ張っていたロープが、突然切れてしまったんだ。怖すぎる。登り坂を逆走して、下に向かって真っ逆さまってことよね。そうなんだ。このコースターには、もしもの事態に備えて後退防止システムというものが搭載されていた。だが、そのシステムは事故当時停止しており、コースターは乗降場の壁に激突。乗客たちも、壁に叩きつけられるという、最悪の事態になってしまったんだ。後退防止システムって、何のためについていたんだか。コースターが猛スピードで逆走してる間、本当に怖かったでしょうね。ああ、想像を絶する恐怖だったと思うぜ。この事故で、5人の子供が亡くなり、13人の負傷者が出ることになってしまったんだ。事故現場は悲惨な光景になっていたというから、事故の大きさが想像できるな。コースターを牽引するロープが切れた原因は、老朽化によるものだった。コースター自体が、建てられてから20年ほど経っている古いものだけれど、しっかりメンテナンスをしていなかったのがいけなかったのね。この事故は、英国史上最悪の遊園地事故と呼ばれ、管理者とエンジニアが過失致罪で起訴されることになったんだ。これだけたくさんの、者が出たんだから、遊園地側に過失があるわよね。だが最終的には被害者には何の保証もなく、バターシーパークはその後も営業を続けたそうだぜ。明らかに遊園地側に責任があるのに、
保証すらないなんて信じられない。遊園地側に何らかの制裁が与えられることはなかったんだが、この事故がきっかけで、バターシーパークの人気は低迷。最悪の事故から2年後に、閉鎖されることになったんだ。遺族からしても、そのまま営業を続けられたらたまったもんじゃないわね。閉鎖すべきだったと思うわ。それに、私だったらもうそんなテーマパークには怖くていけないもの。せめて遊園地側から事故に遭った人たちや亡くなった人の遺族に、誠実な対応があったらよかったんだがな。遊園地側に過失のあった事故は他の国でもあるんだ。お次は、中国で起こった事故を見ていこう。四つ目に紹介するのは、中国にある、ロンシャンアミューズメントパークの、クレイジースクリームというアトラクションでの事故だ。2本の長いアームの先に座席がついていて、それが回転する仕組みになっているんだぜ。うわぁ、見るからに怖そう。高さもかなりあるように見えるわね。このアトラクションで事故が起きたのは、2015年5月。巨大なアームが回転し始めてすぐ、客席から3名の乗客が落下してしまう。高さ20メートルから落下し、落ちてしまった乗客は地面に体を強打したんだ。20メートルの高さって言ったら、ビルの7階ぐらいね。そんな場所から投げ出されるなんて、恐ろしすぎる。1名は助かったものの、2名の乗客は搬送先の病院で亡くなってしまった。この事故の原因は、乗客がつけるシートベルトの確認不足だったんだ。全員がシートベルトを着用したか確認する前に、遊園地のスタッフが、クレイジースクリームの作動ボタンを押してしまったそうだ。あんな見るからに危なそうなアトラクションで、安全確認を怠ってしまうなんて、信じられないわね。何度も確認作業をしているうちに慣れてきてしまって、まあいっかってなっちゃったのかしら。アトラクションに乗る側からしたら、考えられないミスだよな。この事故が起きてしまった後、ロンシャンアミューズメントパークでは、安全対策に関して様々な問題があることが分かり、園を閉鎖することになったんだぜ。他のアトラクションでも、事故が起こっていた可能性があるってことよね。本当に恐ろしいわ。この事故が起こった2015年は、中国の他の遊園地でも事故が相次いでいて、管理体制をもっと強化する必要があると言われているんだ。ロンシャンアミューズメントパークでの事故をきっかけにして、中国全土で安全に対する意識が変わっていくといいわね。ここまで、遊園地の管理や従業員によるミスのせいで起こった事故が多かったんだが、最後は、お客さんが遊園地側の警告を聞かず、起こってしまった事故を見ていこう。5つ目に紹介するのは、1997年にウォーターワールド USA で、お客さんが引き起こした事故だ。ウォーターワールドっていうのは、大きなプールがある施設なのね。ああ、そうなんだ。ここにあるバンザイパイプラインというウォータースライダーで、悲劇の事故が起きてしまった。なんとこのウォータースライダーを、33人の高校生が同時に滑ったんだ。33人、一クラス分ぐらいの人数じゃない。もちろん遊園地側からは、そんなこと許可されてないわよね。ああ、アトラクション側が警告したのにもかかわらず、高校生たちはそれを無視して、33人で一気にスライダーを使ったんだ。その結果、ウォータースライダーは崩壊。乗っていた高校生33人は、崩壊したスライダーから転落し、地面に叩きつけられる大惨事になってしまった。さすがにこの大人数じゃ、ウォータースライダーが壊れてもおかしくないわね。転落したうちの一人、17歳の学生は胸部を強く打って亡くなり、その他の32名も病院へ搬送されたんだ。しかもさらに最悪だったのは、事故の翌月は晴れの舞台である卒業式だったこと。事故に遭ったうちの17人の生徒が、車椅子で卒業式に参加することになってしまった。まさに最悪のタイミングね。でもこれは今まで見てきた事故と違って、お客さんに過失があるものだから、自分たちの行動を反省するほかないのよね。その通りだな。テーマパークで気分が高まり、その場の雰囲気も盛り上がることはよくわかるが、さすがに行き過ぎた行動だったと言えるな。遊園地で起きていた絶命事故について見てきたが、恐ろしい事故ばかりだったな。次にアトラクションに乗るとき、ちょっと思い出しちゃいそう。でも従業員のチェックが甘かったり、整備を怠っているものが多かったから、本来だったら起こってはいけない事故ばかりだったと思うわ。遊園地にあるアトラクションなどは、建築基準法によって、1年に1回以上は点検をしなければならないと定められているんだ。だが、一つ目に紹介したエキスポランドの脱線事故の後、車軸の亀裂などを調べる単焦試験がしっかり行われているか調べたところ、
72機のジェットコースターが、試験を行っていなかったことが分かったそうだぜ。まだまだ危険な事故が起きる可能性がある遊園地も多いのね。これからは、今まで起きてしまった事故を忘れずに、安全に楽しめる遊園地作りをしていってほしいぜ。厳しい検査基準と従業員の指導を徹底して、二度と事故が起こらないようにしてほしいわ。それじゃあ今回はこの辺でお開きにしよう。ご視聴ありがとうございました。